東口梅里駅は、千葉県の田市山崎にある、東武鉄道の田線の駅である。駅番号は、TD18。1889年に、旧山崎村、包み込に行った、花井神殿、桜台村、金城村の五家村が合併したことから、梅の五弁をなぞり、その花の香ばしく、後に堅実に実を結ぶにちなんだ加盟都市、東葛鹿郡、梅子村と命名され、 1950年に野田市の一部となった。駅ができたのは1911年で、駅名は旧村名が活かされて命名されたとされる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。京上駅舎を持ち、東西の各出口は自由通路で連絡している。コンコースと各出口、ホームとの間をそれぞれ連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。トイレは、 改札を入ってすぐ右側にあり、多目的トイレも設置されている。2011年4月より、野田市駅方へ約 0.9km 場内を延長した。一部の列車は対向列車に待たされず、この場内で列車交換するダイヤになっている。南桜井駅も同様の配線に改良され列車交換が行われている。伏線のように見えるが公式には単線である。 2020年度の1日平均上降人員は12,870人である。新興住宅地である水木の町、花一丁目の開発や山崎新殿区画整理事業、包み根日田区画整理事業の進捗もあり、流山大高の森駅開業後で利用者の増加傾向が見られた。2009年度以降は減少に転じたが、2012年度以降は再び、 増加傾向にある。2020年度は新型コロナウイルスの影響で大きく減少した。近年の1日平均乗降乗車人員は以下の通り、駅前のロータリー化工事が完了し、両側ともに路線バスが発着している。駅西側には千葉県道5号松戸の打線、流れ山街道、東側には国道16号が走る。千葉カントリークラブ。 千葉工業銀行、売合支店の田売合住宅方面の一般路線バスと野田市内を移動、循環するコミュニティバスが発着する。ありがとうございます。